バレッタは、マルタ共和国の首都。バレッタとも表記される。マルタ語では、イルベルトと呼ばれる。人口5730人。マルタ島東部に位置し、港を見下ろすシベラスの丘の上にある。ホスピタル騎士団の時代以降の多くの建造物が、残る。一部の地域では、バロック建築、マニエリスム建築、近代建築。 新古典主義建築など多様な建築様式も見られる。第二次世界大戦では戦火に巻き込まれ、多くの歴史的建造物が被害を受けた。1980年、ユネスコの世界遺産に登録された。1565年に、オスマン帝国からの防衛に成功した、聖ヨハネ騎士団の総長ジャンド・バレットにちなみ、命名された。聖ヨハネ騎団での正式な都市名は、 フミリッシマチビタスバレッタヒューミリッシマキビタスバレッタであった。その正式名とは逆に、バレッタのバロック様式の建築物の美しさや、彫り、幕壁、半月穂や公園、教会が都市を彩る様から、欧州の上流階級の間では、バレッタはスペルビッシマスーパーベッシマ都市と呼ばれるようになっていった。後のイギリス首相、 ベンジャミン・ディズレーリは1830年8月に友人ジョージ・ゴードン・バイロンの推薦でバレッタを訪問した。ディズレーリはバレッタを紳士が紳士のために建てた宮殿都市と称した。バレッタの街並みバレッタの礎石は1566年3月28日に聖ヨハネ騎士団総長ジャンド・バレットの手で勝利の聖母に捧げられた勝利の聖母協会に置かれた。 1565年のマルタ大包囲戦が終わってすぐ、後に、騎士団は、シベラス半島上に新都市建設を決めた。マルタにおいて、騎士団の存在が、盤石になる、よう、効果的に騎士団の島内での本拠地が選ばれた。計画都市として、都市設計は、フランチェスコ・ラパレリが行い、最も重要とされる建物の多くは、ジェローラモ・カッサールが建設した。 したがって、バレッタには16世紀以降に建てられた建物が多い。バレッタの都市計画は、マルタ諸島では斬新なもので、不規則に曲がりくねった通りと工事のある自治体が多い中で、バレッタは、格子状の外区に設計された。バレッタには、排他的な制限区域も何ら設けられなかった。市門から始まる通りは、広くまっすぐでセールもトりでに至る。 47メートルの高さの砲台も建てられた。バレットは、都市の完成を見届けることなく1568年8月21日に74歳で、死に、勝利の聖母教会に埋葬されたが後に、聖ヨハネ巡視教座聖堂が立つとそこへ移送された。バレットの墓は今、他の総長らの墓に囲まれている。騎士団が島から追放され、 フランスの短い支配を受けた後、イギリスの支配となり、バレッタでは都市の再建が始まった。モ門は拡大され、建物は解体や再建が進み、家は増築され公共の施設も設けられた。しかし、第二次世界大戦中のナチスドイツやイタリア軍の空襲で多くは損傷した。19世紀にバレッタの市の入り口として建てられた。 壮麗なロイヤルオペラハウスも失われた。1980年には、第24回チェスオリンピアードを開催した。バレッタには2つの港がある。マルサムシェットハーバーとグランドハーバーである。グランドハーバーは、マルタ島の主要な港湾で、マルサムシェットハーバーの方では、レガッタなども行われる。港から見たバレッタ城塞都市、グランドハーバーバレッタの人口は数年来。 減少傾向にあり、現在はピーク時の3割となっている。第二次世界大戦後、郊外に町が次々と発展し首都から人口が流出するのが加速した。しかし、バレッタがマルタ一の諸行、行政中心地であることは変わりがない。バレッタバスターミナル8キロメートル離れてマルタ国際空港がある。マルタ唯一の空港でマルタ航空が ハブ空港としている。マルタ島の公共交通機関はバスでバレッタを起点に運行されている。シモンの外に中央ターミナルがある。市外での交通は制限されており、主要な通りのいくつかは完全に歩行者天国となっている。2006年に郊外を中心にパークライドが導入された。フロリアーナ公共駐車場に車を置いてライトバンに乗り換える。 さらに2007年にはロンドンを真似たようなコンジェスチョンチャージも導入された。1980年にユネスコの世界遺産に登録されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。